ドリフトマッスルドリフトマッスルは2011年から2017年まで開催されたドリフト走行によるモータースポーツのシリーズ。運営母体は株式会社ドリフトエンタープライズ。全日本プロドリフト選手権の創立者である土屋圭一、稲田大二郎の両名が D1 グランプリの運営事務局との見解相違を理由に2010年末に同シリーズを離脱した。土屋は 翌2011年に入り、ビデオマガジン、ホットバージョンとの連携で、新イベントを立ち上げる方針を明らかにし、同年2月に、シリーズ運営母体となる新会社、株式会社ドリフトエンタープライズを設立。その後、新シリーズの準備を進め、同年3月5日に、本シリーズの発足が公表された。本シリーズでは土屋、稲田の両名が、審査員を務め、 使用する車両は、行動を走れる程度の改造車両とされる。2011年は、シリーズ初年度ということで、ライセンス規定もなく、レギュレーションに適合した安全装備、車両なら誰でも参加可能となっていたが、2012年以降順次、ライセンス等の発給も開始された。2013年からは、日本自動車連盟が、ドリフト競技を公認対象に加えたことに伴い、 新たに JAF 加盟クラブとしてドリフトマッスルクラブを設立。最上位クラスのスーパーマッスルクラスについては JAF 公認競技として開催することになった。事実上 D1 グランプリから分裂した新シリーズであり、過去には D1 の常連ドライバーである日比野哲也、斎藤大吾、川畑正虎も参加している。 モータースポーツ関連メディアからその動向が注目されている。2018年より新シリーズとしてドリフトキングダムに改称された。2013年開始、マッスルクラスに代わる最高峰クラスとして創設された。JAF 公認競技として開催されるため、参加にはマッスルクラブスポーツ会員の資格に加え、JAF 国内 B 級以上のライセンスが必要となる。 2011年開始。開始当初の最高峰クラスだったが、2013年よりスーパーマッスルクラスがスタートしたため、今後は中級クラスとしての位置づけになる。2012年から東西の2シリーズ制となる予定だったが、結局2012年は単一シリーズで争われた。参戦には前年実績もしくはチャレンジクラスの認定によって入会できる。 マッスルクラブスポーツ会員の資格が必要。女性限定クラス。2011年開始。マッスルクラス同様、参戦にはスポーツ会員の資格が必要。2012年から単走をマッスルクラスと合同セッションとして行うことになった。ライセンス不要で参加できる入門クラス。2011年はマッスルクラス等とは別の単一イベントとして行われた。 2012年からはマッスルクラスレディースクラスの前日に単走のみで開催されることとなった。ありがとうございます。